展示されているのは古墳のミニチュア。実はこちら大きな区画にですねまとめてご遺骨を入れると、そこに何千人もの方が入ることができます。手入れが少ない点などから今こうした新しいお墓の形が増えています。葬儀や相続などいわゆる終活に関するサービスを集めた国内最大級の展示会エンディング産業展。厚生労働省が4月に発表した推計によると、2050年には全世帯のおよそ 44% が一人暮らしとなり、そのうち65歳以上は半数近くを占めるといいます。そんな中注目されている考え方が、身寄りのない方もいらっしゃいますし、子や孫にあまりそのお墓というものを背負わせたくないというような方が、自分の代で墓じまいをしようということを考えている方が多いんですね。供養の方法を見直し墓石を撤去する墓じまい、その件数は2022年度全国でおよそ15万件に上り過去最多に。就活への考え方が多様化する中で、兵庫県ではある取り組みが行われていました。墓友というつながりがね、素晴らしいなというふうに実感をしています。で今後もまあみんな同じ墓になる、ね、墓に入る仲間なんで、墓の中に入るまで、まあ、こういうつながりをね大事にしていきたいなというふうに思ってます。複数の個人の遺骨を同じスペースに埋葬する形式の共同のお墓、合同墓。兵庫県高齢者生協では合同墓の契約者たちが互いを墓友と呼び合い、生前に交流をする取り組みを行っています。ママ友や旦友やというね友達がいろいろあるんだけども、その中にね墓友というつながりがあるんやということがね、非常に楽しいと大事やなというふうに感じてますね。神戸市に住む桂さん、将来お墓が子供たちの負担になるのではと考え、墓じまいをして合同墓に入る決断をしました。契約者からの生きているうちに顔を合わせる機会があってもいいのではという声を受けて始まった食事会は、参加者にとって大切な時間だといいます。今を皆さんと仲良く、あこんな方だなというのは知ってた方がお友達になれるじゃないですか。先月こけて肘を打って骨折しました。ちょっとのことでこれ折れるんですよ。皆さん気をつけましょう。なんならみんなと同じにいまして、ほとんど聞こえないです。今日も補聴器棒は忘れてきて、皆さんの会話あんまり聞こえないような感じなんですよ。でも楽しみます。参加者には一人暮らしの高齢者も多くいる中、会を主催する藤山さんはこの会を新たな出会いの場にもしたいと話します。最終目的は一緒の輪に入るんだということになりますので、その共通認識の中で今まで知り合いなかった方ともそういったお話ができてですね、より深くですね今後の付き合い方もできるということになると思いますね。こうした就活をめぐっては、その捉え方にコロナ禍で大きな変化があったといいます。今まではどちらかというと就活というのは整理とか処理とか、まあ、畳むとか減らすとか捨てるやめるとか、そういうどっちかっていうとマイナスにする方向多かったと思うんですけれども、2023年の昨年の調査でいうと、見直すとかあと増やすとか始めるっていうのも就活に含まれてきたっていうのが分かったんですね。かなり広がったなという。ただ身辺を整理し人生を終える準備をするだけではなく、より豊かな最後を迎えるために新たに何かを始めることも就活の一つだと捉える人が増えているそうです。
すいません、はい、すいません、お願いします。失礼します。雰囲気がすごいいいでしょう。いや、いいですよね。こういう感じが好きなんで、もうここでずっとぼーっとしてるだけでも。兵庫県西宮市に住む楓さん、去年仕事を退職し、今は古民家を借りて生活しつつ、趣味の旅行を楽しむなど第二の人生を歩み始めました。これからどうするかっていうのを今まあ、それこそ自分の居場所っていうのを決めてるっていう、探してるっていう感じですかね。後半の人生、残りの人生を豊かにしたいなっていうのはありますね。人生の終盤へと向かうにあたって、楓さんには一つ叶えたいことがあると言います。家内が5年前に亡くなって、それまではその家内と一緒によくまあ、海外も含めてですけど旅行行ってたので、それがまあ一人になってしまって、宮古島よく行くんですけど、宮古ブルーっていうすごい綺麗なブルー、まあ海の青さとか見た時に、わあこれ素敵だねって感動をこう分かち合えるっていう相手がいないっていうのは、ちょっとやっぱり寂しいっていう部分はありますね。人生の終盤に向かって一緒に歩んでいける人が新しくできたら、それはそれに越したことはないかなと思いますね。この日、楓さんが思い切って参加したのはシニア向けの婚活バスツアーです。ツアー会社によると、シニア向けの婚活バスツアーの申し込み者数はコロナ前と比べ3倍ほどに増えているそう。最後を一人で迎えたくない、孤独死は避けたいなど、就活の一環として前向きな理由で参加する人が多いのだといいます。やっぱりもう一人ではね、もうぼつぼつ寂しいなと、はい、どういう時に寂しいなとか感じますか？やっぱり仕事から帰ってきて電気がついてない部屋、うん、どこから素敵な人ね、見つけるとね、もう最後やし、なんでやねんな。最後ってどういう？もうほら、もう年やし、年齢的にね、相手がいないし、やっぱり最後は会えてほしいかなと思って。どんな方と出会いたいとかってありますか？それは優しい人でね、お金持ちで、お金持ちで。この日は男女28人での大阪から滋賀への日帰りバスツアー。バス内では休憩のたびに席替えを行い、プロフィールカードを交換するなど、参加者全員と自然に話せるような工夫もされています。旅行はどんなとこ行きますか？クルージングに来た。クルージング、ご飯全部で、中でいろんなイベントがあるんでしょ？なんかカラオケやったり、ダンスのレッスン受けたり、それをデイサービスと思って観光タイムでは、気になる相手とじっくり話せるようグループ行動の時間やフリータイムなども。今のところどんな感じですか？まだちょっとそんなに深くは楽しく話してるかなっていう程度です、はい。旅の行き先やプログラムもシニア世代用に組まれ、ツアー自体の満足度が高いのも人気の理由です。婚活も半分はあるけど、バス旅行自体なんか行きたいっていうのもあるので、それでもしいい方見つかったらね、ラッキーな感じ。どんな方がいたらいいな、どんな方がいいなとか。あのね、私年下でないとダメ。理由あるんですか？理由っていうか、昔からせやねん、なんか自然と下が寄ってくるというか。一方の楓さんは、だから気になっても、なんか誰かが横に行ってはったら、そんな話には行けないですよね。なかなか難しいですね。はい、彦根城の散策や城下町での食べ歩きを終え、旅の最後はカップリング発表。より深く知りたいと思った人を記入し、思いが重なれば連絡先を交換することができます。それでは最後9組目、男性2番、
女性10番さんです。どちらですか？ あれどちらだ。はい、おめでとうございます。楓さん、見事女優間野あずささん似の女性とマッチング。どの辺がちょっとこう気になったとか何かあったりします？よかった、いいなと思った。いや、やっぱり上品で素敵な方だと思いますね。なんか真摯な感じの対応で、あ、素敵やなと思いました。こんな出会いがあったんで、全て OK かなと思います。ツアーの運営会社は、カップルとして成立しなくても、このツアーをきっかけに、普段新たな出会いが少ないシニア世代がつながることを大切にしたいと話します。まあ、残りの結婚寿命を考えるときにその時間を、ね、無駄にするよりかは、ね、新しい場所に行って人と出会ってっていうのがすごく楽しいんじゃないかなと思います。すいません、飲みに行ってきます。ありがとうございました。